の原因ですね。で、多分ね、パイロットが微妙に回るわけですね。なんだ、普通パイロットって、くるんくるんくるんって回るんじゃない、くるくるくるって回るんだけど、パイロットが、かく、じー、ピタッとかこう、ピタッ、ピタッ、ピタッって止まりながら回るんよな。だからなんでかって言ったら、まず、水漏れの箇所はあそこですね。これが、倒立給湯器で、減圧弁と安全弁の逆止弁が内蔵されてます。で、これは給湯器の中で逆流じゃなくて、水道が、逆流してました。でも、この、こっからこうやって水が入って、これタンクで、こうやって今度はお湯がこう出てるんですよ。だから逆流してくるとすれば、お湯の管がこうやって逆流してこない限り、ここから同調水圧の水が出てこないんですよ。で、何が逆流していたかって言ったら、まあ、ここ、同調水圧の水がちょろ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 止まらないというわけで、で、何をどうして直したかって言ったらですね、はい、これ実はね、これね、めちゃくちゃ簡単に取れるんですね、マジで。で、こっち、右が水側って言ってたな。で、こっちお湯側です。で、なんでか逆流が起こる理由としては、ここでこうやって逆流して、タンクに戻っていったということです。で、今ここ見てもらうと、線が結構奥に行ってて、これお湯側線閉めてないんですよ。で、水側が、緩かったわけですよ。あのお湯側より。だから、ここで、この音、ニュートラル中立の蛇口を閉めるところで、なんかね、ここの線閉めると、なんかここの、この音、止水のところでさ、カチッって言うでしょ。こういうなんかカチッっていう音だったら手応えがなかったんよね。で、ここを閉めたらそれがカチカチ言うようになったから、あ、まあそういうことかっていう感じです。はい。なので、同調水圧のよいしょっと同調水圧の排水パイプから水が止まんなかったっていうのが原因ですね。なので、あの原因っていうのはそうですね、あそこの青い立ち上げ、地面からニョキって出てる立ち上げのところから出てるバルブを閉めて逆流するようであれば、はい、同調排水されるのはお湯側からの逆流っていうことを能力のサービスマンが来た時に聞きました。なので最初ね、水道屋だったんだけど、水道屋の人はね、もう止水栓も怪しいから、もうあそこ外って、架橋ポリでやろうって言って、27万の向こうに置いてったんだけど、正直それやったところで治んなかったわけですよ。結果はね、切り替えればね。だから、その時の見積もりがこれだわ。すげえざっくり書いてくれた。基本が一重百千万13,200円。これ多分女子の人じゃない、人口は16,500円か。で、給水架橋っぽいでしょ。かける10ってなんだよ。10メートルってことか。で、コンクリートの発利が18,700円、コンクリートの補修が8,800円、コアドリル、穴開けるのか、基礎に穴開けるつもりだったな。で、床下を架橋ポリで通していくって感じだったのか。コアドリルな、はいはい。当線の交換、13mかける、ああ、はいはい、13mから 0.6 に細くするってことで、33,000円、こんなにしねえよ。で、取得。で、これ27万だろ。架橋ポリ代が154,000円かよ。ね、で、危うくね、この27万払う。ところだったから、マジで助かってます、これは。はい。なので、まあいい。
まあ、いい教訓になりました。なので同調水圧からの水漏れが止まらないかどうかをね、給湯式のボイラーでやってる人はちょっと見た方がいいです。パイロットランプが回ってるからといって水道管の漏水というわけではないので、必ずしもね。はい、なので今回はもうめちゃくちゃいい経験値が僕の中にたまったという感じですね。はい、だからこういう風に立ち上げを全部掘って見なくてもよかったということです。まあ無駄な徒労だよ。でもう一個紛らわしいのを追い打ちしたのがこの水ですね。でこれ水はけが単純に悪いだけです、ね、この土地の単純な水はけの悪さがもっともっと影響してたということなので、はい、あ、まあこんな感じで壊していきましょうか。であとはあそこの配管、排水ですね。あそこもともとトイレじゃねえ、あそこで使ってました、洗濯機の排水で使ってまして、でなんかあそこに無駄に1個あるんで、まあ、あれでどうしようかな、トイレの配管にしようかな、あのあれだよ。でもあそこなんかね、うんことか流したらやべえ気がするから、ちょっとやめよう。あの SFA ポンプのトイレだったら増設できるかななんて思ったけど、ちょっとやめてもらって。なので、まあ、まずは、一旦この壁をなるべく壊さないように、取りまして、はい、なので、まあ、やっていきましょうかね。全然ネタが入ってね、超危ねえな。そしてこの、しかもこれ全部ね、お湯の管だから銅管なんだよ、これ。銅管だからちょっと、取ろうか。逆にすんの嫌だし。まだ変なとこ使わなくて、塞ぎますわ。というわけで、解体していきましょうか。で、無駄な配管は取り除いて、ちょっとスッキリさせます。で、あと断熱材も入れていこうかなと思いますね。すごいベニヤ1枚で止まってるとしか思わないから。はい、やってます。はい、まあ、今回はですね1本の動画を上げただけです。まあ、とにかくまあ色濃い事件でしたよ。特に戦いかな、あの漏水との結局のところ壊れてなかったよっていうオチ、それにねあの30万の見積もりを置いてかれた日はたまんないよねっていう感じの学習でした。バイバイ。